私はこの台で勝ってます。8月スロリセランキング。パチスロ株が毎日パチンコ店にいて勝てた。リセットパチスロ台をランキングで発表します。チバリオ。リセット期待値約2000円。ガックン判別。できない。有力感判別。できる。やはりリセット台といえば、この機種が一番人気なのは間違いない。リセット判別も有力感ランプでできるので、しかし朝一、5チェリーまで打つが基本ではあるが、個人的にはそれは狙わない。長い目で見たら、5チェリーまで打った方がいい。私の狙い目は、朝一は11ゲームまで、神歩き1回、チェリー引いたらプラス10ゲーム、当たらなければやめ、しかしトータル3回引いたら、5チェリーまでこの立ち回りに変えたら、勝利上がりました。メリットは即連が打てる機会が増える、即連を拾った場合、パトモードの期待も上がる、デメリットは神歩きなので、できないお店もある。スーパーハナハナ2、リセット期待値約500円。ガックン判別、できるが難しい。有力感判別、できない。この機種に関しては、正直期待外れでした。2になり、めちゃくちゃ劣化しました。リセット時の、推定数花モード以降はガヤク。コイン持ちの悪さがガヤク。狙い目。全リセ濃厚店、最低設定が2以上の店。設定1しかない店ではやはりきつい。リセット台を68ゲームまで、神歩き。32ゲームやめて、神歩きしてからまた、68ゲームまで、神歩きしてもよしが、勝率は高くない。長い目で見るなら朝一は68ゲームまで打った方がいいでしょう。マジハロ TOT。リセット期待値約1280円。ガックン判別。できる。有力感判別。できない。毎月ランクイン。やはり安定感がありますね。日々現代されていますがとりあえず朝一はマジハロから打つが完全に定着しましたね。この素晴らしい世界に祝福を。リセット期待値約500円。ガックン判別。できる。有力感判別。できる。あまり期待値は高くないが、1周期目の期待値あります。設定1勝つ。ただ、空き台を1周期回したら効率も悪いので、リセット台を100台以上打った個人的狙い目。ポイント1。有力感1ゲームがレア役。強レア役なら、その時点で1周期は打ち切り。弱レア役ならポイント2次第でやめ。ポイント2。初期、お風呂ゾーンで左の3人なら8スタート。右の上2人なら7スタート。エリスなら4スタート。これならば1周期は打ち切っていいかな。ポイント3。初回、お風呂ゾーン5がこのスバ、ワールドなら続行。この3点がポイントかな。結局は引きに左右される台なので、好みはあるが、個人的には期待値稼げる台かな。アクエリオン、オールスターズ。リセット期待値約200円。ガックン判別。できない。有力感判別。できない。まず打つのは全リセ点限定。狙い目は1ゲームレア役狙い。CZ か AT を抽選。1ゲーム目にレア役じゃなければやめ、リスクも少ないかなり狙い目。デメリットは神歩きぐらいかな。まさかの初登場が3機種。ランキングが大幅に変動しました。新台入れ替えもこれからはかなり増えてくるので素早く入れ替えに耐えて新しい勝てる台を探すしかありませんね。8月はおそらく今のランキングの機種をさらに打ち込むので、9月のランキングをお待ちください。ブログにはさらに詳しく公開してますので、そちらもご覧ください。概要欄にリンク貼ってます。いいねやチャンネル登録、よろしくお願いします。